こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2002年の10月に起こった桃井のぞみ変死事件、もしくは、長野県塩尻アベック焼死事件という事件についてお話します。まずは事件の概要なんですけど、これ2002年なんで平成14年ですね、10月12日、この日は土曜日でした。夜の9時頃です。長野県の塩尻市、これは松本市という、比較的大きい町のすぐ南側にあるところなんですかね。果物を作ったりとか、畑とかがあったりとか、あとはこう郊外住宅地というようなところでした。でそこの河川敷ですね、奈良井川という川の河川敷で1台の車が燃えてました。ホンダのオデッセイという車です。現行のオデッセイより少しなんか車高の低い、当時すごい流行した車です。でその車の中から、車燃えてたんですけど、この燃えた車の中からですね、当時24歳の男性が亡くなっているのが見つかりました。でその車から7メーター離れたその河川敷で女性がうつ伏せに倒れていました。この女性、24歳の女性でした。でこの女性は、当時人気のあったアダルトビデオの、女優、AV 女優さんでした。桃井のぞみという芸名で活動してました。この桃井さんというのは僕はめっちゃよく覚えてるんですけど、小柄でですね、で髪の毛肩ぐらいまでかな。で、あどけない顔をしてはって、でも何て言うんですかね、そういうアダルトビデオなんで、そういう男女のそういうことをやってたんですね。デビューしたのが亡くなった前の年の4月ぐらい、2001年の4月ぐらいで、もうデビューした時から一気に人気になって、何て言うんですかね、簡単に言ってちょっとロリータタイプですね。制服を着たりしてました。小柄だったんでミクロロリータとか言われてたそうです。で一気に人気になったそんな女優さんが、その男性と一緒に亡くなっているのが見つかったと、いう事件です。でポイントはですね、この亡くなった桃井さんが、人気 AV 女優さんだったというところですね。でもう一つのポイントが、この警察はですね、当初心中事件だというふうに捜査をしていました。しかし心中、つまり2人がですね、自分たちの恋に行き詰まって、もしくは生活に行き詰まって互いの命を奪ったと、いうようなことをだと考えると、あまりにもちょっと矛盾する点が多いと、要は誰かが殺したんじゃないかと、いうようなことが疑われて、その後この男性側、男性 S さん側のご家族とか友人がですね、 S がそんなことするわけないと、誰かにやられたんやと、いうことで警察に告訴状を出したりとか、ちゃんと捜査をしてくださいという、そういう嘆願書みたいなのを出してですね、事件が起こった3、4ヶ月後かなにようやく、それを受理されて、現在は心中と他殺の両面から警察が捜査を続けているという状態です。もう20年ぐらい経ってるんでね、現状解決してないです。犯人は捕まってないですという事件です。で、ポイント3つ目としては、もし他殺なんだったら誰がやったんやと、いうような、憶測ですねとか、そのあたりの説をいくつか紹介したいと思います。まずはですね、このお二人が、どういう男性女性やったのかというところです。桃井さんが、生まれたのは長野県の伊那という町でした。で、同じ高校の1校上の先輩が S さんでした。で、2人は高校時代はですね、全く関わりのない、なかったんですけれども、事件が起こる1年半前ぐらい、2001年のゴールデンウィーク、5月ですね、に桃井さんは東京で暮らしてたんですけれども、この長野の方に帰ってきてですね、でそこで共通の知り合いを介して出会って、でそこから徐々に距離を縮めていったということです。ちなみに桃井さんは、
一個上の先輩 S さんのことは知ってました。 S さんはですね、まあ明るい方です。でバンドマン化をしてました。でまあサラリーマンとしても働いてました。で友達も多かったんです。で桃井さんは学生時代からちょっと憧れてたと、そんな先輩でした。一方桃井さんはですね、S さんは桃井さんのことを覚えてませんでした。で桃井さんは高校卒業して長野から東京に出て短大に入ります。で短大ではまあ栄養学みたいなのを勉強して、まあ、栄養士の資格を取ります。で、まあ、その後専門学校も行って、まあ、ちょっといい資格をさらに取ったりして、まあ、病院でなんかご飯を作る仕事をしてたそうです。ですがそこはちょっとなんか仕事が大変すぎて、辞めちゃって、で、まあ、アルバイトなんかしてる時に、まあ、新宿の、まあ、アルタ前でスカウトされて、まあ、そういう世界に入っていたということです。で、2人はまあ再会して、まあ、徐々に距離を縮めていくんですが、2人が再会したのは2001年のゴールデンウィーク。桃井さんがデビューしたのが2001年の4月でした。もう会ってすぐですね、この S さんを含めその周辺では、あの子さ、まあ、本名は別なんで、あの子、あれ AV 出てる桃井のぞみやんな、まあ、いうのはすぐ分かります。桃井さん自身ですね、私こういう仕事してるっていうことを S さんには正直に言っていたそうです。でこの桃井さんですね、どれぐらい人気やったのかということです。僕40代半ばですけどめちゃくちゃ覚えてます。皆さんも覚えてらっしゃいますかね。まあ、小柄な感じ、髪の毛肩ぐらい、まあ、制服もんとかよく出てました。で、この頃のまあ AV 業界っていうのはちょっとまあいわゆるこう変化の時期だと言われてます。それまでの AV 業界って例えばこの何だったかあれ宇宙企画だったっけ。まあ、ああいう可愛い系とか、あのダイヤモンド映像とかクリスタル映像、これ村西徹さん系とかですね。まあ、要は何かというと昔からやってるメーカーが業界を独占してた時期がありました。これがバブル期から1990年半ばぐらいまでです。要はまあビデリンというですね、まあ、ビデオ倫理委員会かな、あのモザイクちゃんとかけてますよとか、まあ、ああいうマークがないとこう流通させれないと、まあ、そんな規制があったんですね。ですがそこに対してですね、もうビデリンとかにはもう所属せず、まあ、自分らでもちろんですね規制はかけるんですけれども、まあ、こうその規制が緩かったりとか企画がちょっとこう派手やったりとか、まあ、そういうインディーズと言われる勢力ですね、このビデリンに所属しないインディーズ系という勢力がもう一気にずわっと台頭してきます。桃井さんはこのインディーズ系に入ってました。インディーズ系とビデリン系って何が違うかというとですね、ビデリン系はですね、まあ、ちゃんとした販路を持ってるんですね。まあ販売もできるし問屋に卸せるし、その問屋がですねレンタルビデオ店に流すんで、レンタルビデオ店のこののれんみたいなくぐってこのずらーっと並んでるところにどんどん流通していくんですね。でここのビデリン系じゃないとどんだけ素敵な女優さんが出てどんだけなんか心惹かれるような企画をやったとしてもヒットはしないと言われてました。それを打ち破った中の一人がこの桃井さんです。いわゆるセル系でですね、まあ何ていうんですかね、まあ、セル系でももうレンタルしますよっていうちょっとこう地方のビデオ屋とかですね、あとは何ですかね、この地方のちょっとこう怪しいところにあるこのセル系の店、まあ、セルって販売ですね、販売専門の店とかに並ぶんですね。で、まあ、信長書店とかもそんなんなんですけど、でそこで火がついたのがこの桃井さんたちでした。で桃井さんらはですね、まあ、人気が出て、これ同じ事務所に所属してたのが他にも誰だったかな、永瀬愛さんとか堤沙耶香さんとか、五木若菜さんとか、まあ、この辺も全部いわゆるロリ系でしたね。で、このここに桃井さん合わせた4人がですね MINX ミンクスっていうんですかね、このアイドルユニットを作りました。まあ、これ何かというと、ミニモニの、まあ、パクリですね、簡単に言ったら。ミニモニ、パッパッパッパ踊ろう歌おうのミニモニ。で、ミンクスはですね、パラパラパンパンパラパラパンパンパラダイス、パラダイスみたいな曲を引っ提げてですね、まあ、CD デビューもして、CD にこうビデオを抱き合わせで販売すると。
まあ、みたいなこともやってました。まあ、それぐらいこう人気があったということを言いたいんです。で、わずかですね、活動1年半ぐらいで200本ぐらいのセル作品を出しまして、まあ、それが飛ぶように売れて、まあ、大人気やったということです。で、地元でもですね、まあ、もちろんあの子桃井のぞみやでみたいな、まあ、そんな話になるんですね。まあ、ですが S さんはそんなことを気にせずですね、まあ、桃井さんの人柄に惹かれて、まあ、お付き合いをするようになったと、まあ、いうことなんです。で、次がまあ2人がですね、この亡くなった状況ですね。で、2人はその前日の夜までこの桃井さんの親友だった恵子さんと3人で、まあ、飲んだりしてます。恵子さんがアルバイトをしてて、それ終わりに S さんのアパート、これあの事件現場から2キロぐらい離れたところにあるんですけど、このアパートで一緒にちょっとこうあのお酒飲んだりしてました。で、 S さんはですね、近々バンドのライブがあるというので、ひたすらメールでですね、バンドのライブあるから来てなっていうのを友達に送りまくったり、まあ、実際友達に電話して、バンドのライブあるから来てなとか、まあ、そんなことをやってたそうです。これ前日ですね。で、夜になってもうこの恵子さんが帰らなあかんというので、車で S さんが恵子さんを送って、でそのまま S さんの知り合いの先輩がやってるスナックかなんかに行ってちょっと飲んで、で、まあ、夜になって、アパートに帰ってきました。で、翌日ですね、おそらくこの使い捨てカメラかな、インスタントカメラか、インスタントカメラで2人でこう起きた時にですね、なんかこう頬寄せ合った写真なんかを4枚ぐらい撮ってですね、でその日はまたさらにそのバンドのライブのに来てねっていうのを友達に S さんは連絡しまくってます。例えばですね、夕方、これ事件が発見されたのは9時です。で、その前の夕方6時の段階です。バンドのメンバーに電話してですね、今度のライブの話をしたりとか、まあ、ライブが終わった後もう一回練習しようという約束を S さんはしてます。で、友達にメールなんかもしてます。これが7時40分ぐらいです。さらに7時53分ぐらいにですね、バンド仲間に電話してます。この時はこの電話かけたバンド仲間が、まあ、バイト中やったんで、あ、もしもし、あ、ちょっと今忙しいね、ごめんごめん、またかけ直すわと言ってます。で、この電話が最後の電話になってます。で、その、バンド仲間が、あ、S に電話せなと思って電話したのが8時3分です。で、この時に電話がつながらなかったということです。で、これはもう車が炎上して発見されるほんの40分前ぐらいです。で、この時の通話はですね、このバンド仲間によるとですね、なんかこう小刻みにプップップッという音がしたんですって。で、これがですね、なんかこうキャッチ音が入った時の音なのか、なんか電波がつながりにくいところにいたんか、そんなんかなということをバンド仲間の人は言ってます。で、このわずか40分後ですね、この炎を上げるオデッセイの中で S さんがいて、まあ、その7メーター離れたところで桃井さんがうつ伏せに亡くなっています。一瞬の出来事ですよね。で、亡くなってた状況からですね、これをまあ心中として考えるのはまあ無理があるよねと言われている点がまあいくつかあります。で、これ一つ言われているのが、2人が裸足だったということです。事件現場奈良井川という川から東の方に、2キロぐらいかな行ったところに S さんのアパートがありました。で、アパートに靴は全部残されてて、2人は裸足でした。で、自宅のパソコンは電源ついたままでした。まあ、これはやる人多いですよね。で、運転できるのって S さんだけやったんです。で、車のオデッセイも S さんの車でした。で、桃井さんは車外で亡くなってました。で、 S さんは後部座席で亡くなってました。で、普通ですね、その
心中をしてですね、おそらく彼女を、まあ、殺して、で自分が車の中戻って車に火をつけようと思うんやったら運転席に行くのが自然なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この運転席助手席と、まあ、その後部座席の間の隙間みたいなところに、まあ、倒れ込むように、いたということです。で、2人にはですね、体に傷跡が、刺し傷が2箇所ずつありました。で、桃井さんには背中と脇腹で、S さんにはちょっと僕どこに傷があったかわからないです。で、桃井さんは失血で亡くなってます。で、S さんは死因がもうわからない状態になってます。というのもそんだけ焼けちゃってるからということですね。で、まあ、他ですね、ちょっと疑われている点というのは、こう S さんは車の中で亡くなったのに、まあ、鍵が閉められてたと。鍵閉める余裕あったんやというところですね。要はですね、もし心中やとしたらどんなことが起こられているかというのは、まあ、車の中にちょっとワイングラスとなんかバラが用意されてたそうなんですけど、まあ、2人でですね、最後にですね、まあ、乾杯してもう死のうねみたいなことを言うたんでしょうか。で、そのまま河川敷の方に2人車から出てですね、刺すよ、うん、分かったということで、桃井さんはまあ背中脇腹を刺されたと。で、そのまま自分も刺したと。で、刺した状態で車の中に戻ってきて灯油を取り出して、桃井さんに灯油をかけて火をつけて、さらに自分は車の後部座席に戻って、自分に灯油をまいて火をつけて亡くなった。包丁ナイフは左手に持ってたという状態です。まあ、そんなできるかというのは正直なところなんです。さらに2人の肺の中にはほとんど煙が残ってなかったと。まあ、つまり何かというと、煙を吸い込んでなかったと。なので刺し傷でほとんど死んじゃったんじゃないかと、まあ、いうことですね。そんなことできるっていうところなんですね。要はその自分を刺してですね、その死ぬわけなんですけど、その間に灯油で火をつけたりとか、そんなことできる。さらにドアロックを車にかけるとか、そんなできるかと、まあ、いうようなことが言われています。あとはですね、灯油の容器が発見されなかったということなんですね。灯油何に入れて持ってきたのという、まあ、そこがちょっとわからんというところです。で、ここからはですね、そのじゃあ誰が何のために殺したんだという、まあ、いくつかの説をお話していきます。この S さんはですね、会社員でした。大手家電メーカーの工場で働いてましたが、そこを辞めてですね、その工場の時の上司やった人が独立した会社で働いてました。で、給料は結構良かったということです。35万とかぐらいもらってたと。20代でそこそこいいですよね。で、ですがですね、ちょっとまあ怪しい仕事をやってたんです。その怪しい仕事2つやってまして、1つがですね、中古車販売業なんですが、これがおそらく盗難車じゃないかということは言われています。窃盗グループが盗んだ車をこれ S さんが誰かに売りさばくと。で、これはちょっと怪しいんだけど、お金になるんだよねと、まあ、いうようなことを言ってたと。で、さらにマルチにもちょっと手を出してたと。これなんかアパート、同じアパートの人やったのか、まあ、近くの先輩やったのかが、その S さんをマルチに勧誘してですね、まあ、なんかいわゆるインターネットでなんかこの物を買ってですね、なんかそんなのをやるっていうやつです。で、その最初の投資に100万ぐらい出したら、あとは自動的に儲かるよっていうやつです。ほんま皆さん気をつけてくださいね、ほんまに。で、それを騙されて80万円ぐらいのですね、なんか借用書みたいなのを作ってたそうです。で、その80万は無利子で誰かに貸すみたいなやつで、で、これまあまあマルチの人に貸したのか、そのこの窃盗団グループ、車の窃盗団グループに貸したのかっていうのはちょっと正直分かってないです。誰かに80万を用立ててたんですね。で、その80万円の返済期限っていうのは、まあ、実は9月ぐらいで、これ亡くなった事件があったのが10月ぐらいなんで、まあ、要はこの S さんが誰かに80万貸してたけど、その80万は返ってきてない状態だったんですね。で、これを S さんが
返してくださいよっていうのをこのマルチ関係者の人に言ったのか、この窃盗団グループに言ったのかわからないです。まあ他の誰かかもしれないですね。でこの金銭トラブルによって殺されてしまったんじゃないかという説があります。で他にはですね、ヤクザ説っていうのもあります。これ何かというと、 S さんは実際に、まあ、桃井さんと付き合ってたので、 S よ、桃井のぞみとやらせてくれたら金払うから頼むわっていうことを言われたそうです。で嫌ですよって言ったら、お前分かってんねやろなみたいな風になって、そのトラブルを抱えてたんですね。 S さんはやらせろよ嫌ですみたいな。でそれをとある居酒屋で出会ったちょっとなんかヤクザ風な人に相談しちゃったんですね。ほなヤクザ風の人が、おお分かった俺が解決したるって言って解決しちゃったんですね。で次はそのヤクザ風の人が、俺解決したってんやからさ、もう望みとやらせろやということを今度は言ってきたと。でこれで困ってんねんという話を S さんは桃井さんにしたそうです。でそこには親友の恵子さんもいたそうです。で、桃井さんはその時にですね、えヤクザこっちはもっとすごいバックいるから、もうほっといたらいいよと、何言われてもノーって言えばいいから、もし何かあったら言ってって言ったそうなんですね。まあ、これが強がりやったのか、ほんまに後ろにすごいバックがいたのかっていうのは分からないですが、そういう会話があったっていうのを恵子さんは覚えているということです。でこのヤクザ風の人ですね、この人がもしかしたら、まあ、そういうことをやったんじゃないかということも言われています。でさらにはですね、まあ、この頃ですね、ちょうどこのアダルトビデオ業界っていうのは、さっきもちょっと話しましたが、まあ、激動の変換期あったんですね。ちょうどまあソフトオンデマンドっていう、まあ、そういうセル系のメーカーがドドドドンって出てきた時期でもありました。で、いわゆるまあ DMM という、まあ、この AV の流通網を変えたという企業もググググッと上がってきた時期でした。まあ、それまではですね、このビデリンっていう、まあ、ようわからんこの専売特許を持ってるような人たちが支配してた、まあ、あのそういう業界やったのが、まあ、新しい勢力が出てきてですね、まあ、互いにそこがこう競い合うと、まあ、いうような状況になってきてました。でこういう、まあ、争いの中に巻き込まれたっていうのが一つで、もう一つは、桃井さんがですね、この S さんと付き合うことによってですね、まあ、次第にこう AV 業界から、まあ、足を洗っていこうということをしようとしたんじゃないかというふうには言われています。実際にはですね、なんて言うんですよ、桃井さんはそれまであんまこうプライベートを出さなかったり、インタビューに答えないみたいなことをしてたんですけれども、この事件のあった2020年10月なんですけれど、春ぐらいにですね、この取材を解禁にしてですね、さらに人気を高めようという方針に転換してます。で、もう一気に稼いで一気にやめようと、まあ、してたということが言われています。なので、まあ、この桃井さんがこの AV 業界を辞めるということに反対する勢力が、まあ、何らかのことをしたんじゃないかというようなことも言われています。まあ、ただこの辺の説はただの説なんで、信憑性に関してはご自身で判断していただければと思います。で、最終的にまあ警察はですね、この遺族もしくはその友人たちから、まあ、捜査ちゃんとしてくださいよと、まあ、いうことを言われたので、捜査を始めましたが、まあ、誰も逮捕されてないというのが現状です。あと実際にこの S さんはですね、まあ、お金をいくつかのカードローンとかそんなんで借りてましてですね、でそういう取り立ても受けてました。で、一回その取り立ての電話を、まあ、こうかかってきた時にですね、その近くで聞いてた友達がですね、電話を切った後、取り立ての電話がかかってきて、それを切った後ですね、 S さんがですね、返せ返せって言われても困るんだよな、俺が借りたわけじゃないし、あれ社長が借りた金だし、俺に言われても本当困るんだけど、というようなことを S さんが言ってたということです。この社長というのが誰かはわからないです。このマルチ系の人なのか、この車の窃盗団系の人なのかっていうのはわからないです。まあ、ですがいくつかのトラブルを抱えていたというのは、まあ、抱えていたと、まあ、いうようなことは推測されております。今日はですね、2002年、平成14年10月に起こった桃井のぞみ変死事件、長野県塩尻アベック焼死事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。